はいどうも、妖怪ウォッチプニプニやっていきます。今回はですね、クリスタルうんちくま、こちらの最後のねレベル7攻略していきたいと思います。一応前編が周回で後編が本番って感じにしようかなと思います。で一応メンバーは道中は時間もないのでゴリ押しのこのメンバーで行って、で本番はこれの無限ループ、まあちょっとねバタン球がね技レベル低いからまあ無理なんですけど、一応一回やってんで、まあ時間もあるだろうからね。であとは最後のこのゴリ押しメンバー、こっちかな、これじゃないな、最後のねクリスタルウンチクマはそうだね、一応ダメージカットはね2人使ってます。なんかね打ちたい時に打てないの嫌なんで、まあ普通はね1人でもいいかもしれないんですけど、自分は2つ使う派でやっていきます。はい、じゃあちょっとね行ってみましょうかね。よいしょ。はい、そしたら行きましょう。ゲートボール使ってうんちくまね行きましょう。ゲートが開いた。さあじゃあ行きましょう。ゼロ博士、じゃあゴー、もうガンガン行っちゃいましょう。ゼロ博士とドクター影村、ヒットポイントは86000と77,727。すごいね。よいしょっと、いいね、固まった。赤招き、白コマ、キュッピー、まず一発倒した。ツインブースト、たまんねえもんだな。せっかくの方がいいのかな。よいしょ、フィニッシュ。まあまあまあ一応ねアマテラスとかの方がいいかもしんないんだけど、まあ不動の方がねつなげやすいので一応不動を使ってますかね。とりあえず第一関門クリア。じゃあ2番目いきましょう。とりあえずヒットポイントこのままいく。次で使うかな漢方。さあパンドラサファイアには S しばらく6万4000、そして5万8000、3体いるんだね。まあ、リンネがねダメージを受けるとゲージがたまるっていう、これがもう強いんだよね。よいしょ、なんかうまくできねえ。さあ赤招きもたまって、赤招きだけ回復、攻撃力アップはね打ち消されちゃうからね。キュッピーが G になった。白駒、強力フィーバー、フィーバーで仕留めたいな。白駒、どっちがたまる、キュッピーがいいかな。
ツインブースト間に合った。フィニッシュ。とりあえず順調。うん、2体目までクリア。よいしょ。さあもうカンプを使っちゃおう。あ、助けてくれてありがとう。カンプを使う。さあ次はニャステトです。ニャステト行きましょう。ニャステトとズラビス、ヒットポイントは11万5000と9万4000。いやー、インネたまった。フィーバー行った方がいいのかな。あー、不動つなげた方がよかったな。よいしょ。これでズラビスさよなら。いんねさあ、ズラビスはいなくなって、ここでフィーバー行くか。これで一発でいけるかな。ちょ、回復もしちゃう。フィニッシュ。さあ順調だね。これでズラビスまでクリア。さああと24分。さあ次行こう。おお、ルビーニャ S93% いけるかな。10万超えになるよな。あ、1体30万ぐらい。23万。ジュラコマ、インネがいないならな。もうフィーバーなっちゃった。さあ、リンネ打って、白駒打って終わりかな。白駒溜まってくれ。溜まったね。一応一発ずつ打つか。よいしょ。これが全然減ってなかったな、1ポイント。これで15万。うん、 OK だね。え、なになになに、油断したな。あー、もったいないことしたな。さすがヒットポイント高いよね。ちょっと油断しちゃいけなかったね。霜降りすき焼きゲット。三国志で欲しい霜降りすき焼き。さあラスト22分。サンキュー。さあエジソン 62% いけるかな。めんどくさいから回復させちゃおう。はい、じゃあ2個使ったね。道中2個でいけた。さあエジソンとスピーチ姫。エジソン14万、スピーチ姫11万。あれ、うん、
なかなかうまくいかんね。よいしょ、白駒がこれでたまるか。たまんねえもんだな。これ倒した？もうちょいいる？技よりな、もうちょっと上げときゃよかったな。フィーバーになっちゃった。フィーバーだとダメージ半分になっちゃうんだよな。ツインブースト、ちょっと全力出さないと。キュピーでリンネが G になるまで G になってほしいな。なんなかったな。よいしょ、これで終わってほしい。まだ終わんない。これで終わりかな。フィニッシュ。ふう、さあじゃあここまで行きましたね。残り時間は19分か。はい、じゃあ最後ね、クリスタルうんちくま、うんちくまの本気必殺技に対して反撃をしていきますということでね、一応これ前編にして、後編ね、またねクリスタルうんちくま攻略していきたいと思います。はい、じゃあどうも今回はご視聴ありがとうございました。次の後編でねクリスタルうんちくまを倒していきます。まずはちょっと無限ループからやろうかな。はい、じゃあそれではまた次でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。